非常に皆さんと一緒に分かち合えるのが嬉しいです。今日はあの短い時間ですが楽しんでもらえたらと思います。お願いします。キャプテンの木田選手、3年ぶりの栄冠という形になったわけなんですが、シャーレを受け取った時の気持ち、感慨深いものがあったんじゃないでしょうか。そうですね、あの長いシーズン、いろんな時期がありましたけど、どんな時も朝子とは皆さんにあの支えていただいて、あのチームメイト、スタッフの最後喜ぶ顔もそうですし、ファンサポーターの皆さん支えてくれたのに、まあ、最後おめでとうありがとうともうたくさんの方に言ってもらって、こちらが選手側としてはあの皆さんにありがとうとおめでとうと言いたい気持ちではいたので、こうしてあの分かち合えることを非常に嬉しく思います。本当にあの掲げている時のお顔最高でしたからね。あの顔になりますよ、それなりますよね。岩田選手いかがでしたか。そうですね、やっぱり苦しい時もどんな時も応援してくれてるあのファン、サポーターの皆さんのおかげで優勝できたと思ってるので、やっぱり本当に希望が言いましたね。本当にありがとうとおめでとうを伝えたいなと思います。ありがとうございます。さあ、キャンプやプレシーズンマッチなので、まあ、あのあたりというのはどんな気持ちで、仕上がりというのはどんな感じだったのかなというのを、まずそのあたりからお聞かせいただけますか。あのホーム最終戦のセレモニーでも言わせてもらったんですけど、あの思い通りのスタートとはいかず、あの練習ができなかったり試合ができなかったり、あの、まあ、コロナ禍によって、苦しめられた部分もあったんですけど、その時のみんなの姿勢とか、まあ、スタッフの方のサポートなんかもあって、できる限りの準備はしてきたつもりではいたので、本当自信を持ってシーズン臨むだけだなと思ってましたし、そんな中での皆さんのサポートも素晴らしくて、本当に一緒に戦っている感覚にさせてくれたので、最後こうしていい報告ができて本当に嬉しいなと思います。はい、思うようにはいかないスタートだったということですけれども、開幕はホームでセレッソ大阪戦ということになりましたが、ここもねちょっとあの引き分けというスタートにはなりましたが、そこからの序盤、こちらの方をですね、長門選手振り返っていただくといかがでしょうか。まあ、僕は今年移籍してきて、このチームから、今まで経験してこなかったような新しい刺激をもらって、プレーすることができて、すごく新鮮な気持ちで新たにシーズンに臨めましたし、まあ、常にこうチームメイトも支えてくれるチームだったので、僕は移籍してきてすぐでしたけど、思い切って不安なくプレーできてた気がします。チームとしてのこの序盤の手応えというのも感じながらプレーをチーム全体にしてた感じですか。まあ、もうだいぶ出来上がってる形があったんで、まあ、そこに僕がいかに早く馴染むかっていう形だったと思うんですけど、はい、ありがとうございます。そして松原選手、16節終了後にも初めて首位に、ね、立ちましたけれども、その後は首位の座を譲らずに、まあ、優勝を決めていったわけなんですけれども、選手の皆さんの中でもどのぐらいから優勝ということを意識し始めたんでしょうか。まあ、そこは、まあ、シーズン当時に目標掲げてたタイトルっていうところはもちろんみんな意識してたと思うんですけど、まあ、その1位になって、まあ、そこからあの、まあ、前回優勝した時は特にあの追いかける立場が長かったんですけど、まあ、今シーズンはあの守る立場になったわけで、そこに対してやっぱ皆さんみんながこうどれだけこう力を注いだかっていうのももちろんありますし、まあ、優勝を意識したっていうのはやっぱ残りそうですね、5試合、まあ、それよりもうちょっと前ぐらいからあのやっぱ意識はしてると思います。はい、まあね、そんな中で本当にチーム優勝はもちろんなんですが、岩田選手は MVP も獲得されましたよね。おめでとうございます。振り返って MVP を獲得できた要因というのはご自身では何だったかなと感じてますか。そうですね、やっぱり自分一人で取ったものではないですし、もう選手、スタッフ、本当にそのファン、サポーターの皆さんの支えがあっての賞だと思っているので、そうですね、もう本当に感謝してますし、チームメイト、選手がいなければ取れなかった賞だと思っているので、はい、感謝してます。ありがとうございます。本当にサポーターの皆さんとかファンの皆さんの応援の力って大きいなっていうのを、ね、つくづく感じますけれども、マリノスの選手の皆さん、まあ、そういった皆さんのサポートを受けながらこうチャンピオンになった要因というのは何だったのかなというのをどういうふうに感じてますか。木田選手ちょっとお聞きしたいですか。はい、
まあ、ちょっとお二方に先に喋らせないでほしいなっていうのはあるんですけど、はい、もう全部言ってくれたんでいや、まあ、冗談ですけど、はい、もう本当におっしゃってもらったように、まあ、僕たちアスリートは本当にもう皆さんのような存在が何よりも大切ですし、支えてもらって皆さんにいい思いをしてほしいから頑張れますし、チームメイトともそういうことも実際に話すので、それがこういう結果でお返しできるっていうのは非常に僕らとしても嬉しいですし、まあ、今日に関してもこうやって僕らの話を聞きに俺だけたくさんの人が来てくれるとちょっとお答えできるか分かんないんですけど、それだけ思ってもらえるっていうのは非常に僕らとしては幸せなので、これからも皆さんのためにチームのために頑張りたいなと、はい、思います。また私ちょっと見ていて感じたのがやっぱりすごく一体感がね、マリノスがあるな、やっぱりマリノスあるなと感じたんですが、そのあたりのチームワーク力っていうのはいかがでしたかね。じゃあこれはどうしようかしら、岩田選手イヤッとしましたよ、僕です、どうですか、目合わせなかったから振られたんじゃないですか。いや、一体感あったと思います、と思います。いや、ありましたね。やっぱりみんな仲いいですし、練習でもお互い厳しいことも言い合って、まあ、それでもしっかりお互いのことを尊重し合っているので、もういい関係性で日々でトレーニングができているのがいい一体感になっているんじゃないかなと思います。松原選手のチーム役力やはり重要ですか、優勝するには。もちろんです、はい、もうやっぱこれなくしたら優勝は絶対できないと思っているので、はい、本当に一番大事なと思います。ありがとうございます。どっか行かれたりしてるのかなと思うんですが、長戸選手、はい、長戸選手呼ばれます、呼ばれてますよ。日産アリア納車されて SNS でアリア最高ってつぶやいてましたね。はい、はい、あ、テンションそのぐらいですか。上がってますよ、上がってますよね、はい。どこか遠出されたりとかしました？あ、これこれこれ。遠出ですか。僕趣味でゴルフするんですけど、こう千葉の方に行ったりとかしました。どうですか乗り心地は？いや、もうツイートしましたけど最高です。最高ですね。もうアリアしか勝たんって出てますよね。あれはそうですね。コマーシャルみたいなのも言わせていただいたんですけど、はい。はい、使わせてもらってます。どんなところいいですか。まあ、まずは電気自動車なんですけど、本当に音が静かで、音が静かすぎてスタートボタン押してないのかなって思っちゃうぐらい、まずは始動のところから静かなんで、なんかもうリラックスして運転できるというか、なんか疲れない。いいですよね、大事ですからね、体ね、スポーツ選手で。またゴルフでちょっと帰った後とかは運転支援技術なども使ってみたりとかしてますか。はい、プロパイロット 2.0 です。さすがでございます。すごい、しっかり使わせてもらってます。いかがでしょう。いや、もう本当手離して運転できるんで、まあ、ちょっと最初は怖いですけど徐々に慣れていけたらなとは思ってます。さあ、そして松原選手も、まあ、車といえばね、もう外せないですけれども、愛車がスカイライン 400R なんですよね。はい、はい、こちらに出てます。期間限定で新型フェアリー Z もお借りしているとお聞きしたんですけれども、はい、もう満喫しまくってますね。はい、もう満喫しまくさせていただいてます。はい、ドライブなど遠出とかされました。先日12月の頭ですね、ニスモフェスティバルに行かせていただいて、はい、その時に新型 Z で行ったんですけど、もう文句のつけどころがないぐらい、もう最高な車 で、そして3年ぶりのニスモフェスティバルだったんです、はい、僕も初めて行かせていただいて、それ もう最高なフェスティバルだったので、もうその日一日はもう本当にウキウキ気分でした。ね、サーキットに Z で乗りつけるって最高ですよね。なんかちょっと自分の車じゃないの、なんか俺ちょっと優越感出ちゃいました。ねえ、来られてたのご存知ですか、お二人は。僕初めて知りました。ねえ、ねえ、びっくりしましたよね。じゃあ今日はZ に持って帰っていいんですか。多分インタビュー
されてた時に、あずさんの監督とかもいらっしゃいますか。あ、そうですね。あとは、皆さんが練習走行されてる時に、はい、平宮選手だったと思うんですけど、僕がホームストレートのところでちょっと顔出してたんですよ、はい、そしたら横をビャーンって狙ってた、ぶっ倒されて行かれたので、僕ビビりすぎてもうめっちゃ腰引けましたね。まあでも初めてのニスモフェスのすごい楽しんでね、はい、いただけたということなんですが、はい、お二人ありました。はい、ね、いろいろなお話を伺っているんですが、松原選手ニスモのパーツ装着してみたいという思いもなんかあるというふうにお聞きしたんですが。すごい好きなんですね。え、違う、そんなことない。俺の心読んでました。読んでましたよ、読んでました、読んでました。なんかちょっと聞きたいこととかあれば、こんなチャンスないのに、なんかお聞きになりたいことありますか。そうですね、そうですね、まあもちろん、まあ、ノーマルでも素晴らしい車なんですけど、はい、やっぱ音とかマフラーのとことかは僕結構いじりたいポイントの一つであって、マフラーとかはつけてみたいなと。あとそうですね、うん、まあ、コンピューターのところもなんか出雲さんからいいパーツが出てるみたいな、うん、はい、なんか一回体験してみたいなと思います。なるほど、まあ、いろいろね、おすすめポイントあると思いますけど、アドバイスあります。やっぱり今言っていただいたこの音、はい、やっぱりモータースポーツでこの音っていうのはもうファンの皆さんもそうですけど、もう体の中にこう入ってくるあの感覚がたまんないんですよね。だから一緒だと思うんですよ。ぜひマフラーも変えていただき、マフラーも変えていただき、ありがとうございます。ね、走っていただければサーキットとかでね、アクセル踏んでもらえると嬉しいと思います。はい、多分その辺にニスモのスタッフもいるので、後でご相談くださいませ。ぜひよろしくお願いします。はい、そんな場にもなりましたけれどもね。こちらは岩田選手、はい、ありますか？何かルーティーン？そうですね。試合の前日にトイレ掃除することです。おお、前日何時頃ですか？何時頃？そこまでは決めてない。なるほど。これなんかきっかけあったんですか？試合前に。はい、とりあえずしてますね、うん、はい、トイレには神様がいるって聞いたんで、どこからか、はい、誰に聞いたんですか。聞いたんで、はい、してます。してますか、はい、おお、それはやっぱりいい感じですか。そうですね、いいと思います。でも結構アスリートは多いよね。多いです。で、木田選手も前日ではないですけど、まあ全然、はい、掃除もしますし、はい、マリノスも結構いますね。前日にトイレ掃除してっていう選手は多いと思います。うん、僕も前日やります。あ、本当ですか、はい、え、じゃあ長門選手は。僕やないです。自然体だな。え、なんかルーティーンはありますか、他に。長門選手、僕はこう、もう忘れっぽい性格なんで、なんか決めちゃうとあれできなかったとか、余計なことを思いたくないんで決めてないです。なるほど、はい、俺が長門克也です。なるほど、これがです。自然体でもこれです。そう、それをそう決めてます。はい、そう決めてます、はい、ありがとうございます。どうでしょう、はい、では続いての質問いきましょう。J リーグ、スーパー GT ともに1シーズン長い戦いとなりますが、目標達成のためにシーズンの序盤、中盤、終盤でそれぞれのタイミングで意識していることがあれば教えてくださいとのことです。はい、マリノスの選手は、ね、どう感じているんでしょうか。木田選手いかがですか。はい、まあ、時期であまり分けて考えたことがないので、もう本当開幕戦から全ての試合勝つつもりで臨んでますし、本気でそこを目指してやっているので、もうタイトルもちろん欲しいですけど、すぐにたどり着ける場所ではないので、目の前の試合に全てをかけて、みんなで準備して取り組んできた結果が最後出るだけなので、本当に目の前の試合練習を大切にしながらみんなでやってきたので、それはこれからもよりグレードアップさせてやっていければ、結果は出るのかなというふうには思います。地に足がついた。なんとですね、本日は日産自動車からJリーグ年間表彰式 2022J リーグアウォーズで MVP を獲得いたしました岩田選手にサプライズプレゼントをご用意しております。皆さんお受け付けください。そして岩田選手はステージの中央へお進みください。これはサプライズプレゼントじゃないよ、はい、それももらったやつだからね。あります。はい、岩田選手、この度はバリの優勝並びに獲得、本当におめでとうございます。ありがとうございます。
はい、日産自動車からも、それではですね、日産自動車からの、サプライズプレゼントはこちらです。嬉しいです。はい、なったです。おめでとうございました。さて、楽しみです。最後にバリオスを代表してキャプテン、キラー選手、お願いいたします。まずは本当に、お二方おっしゃられましたけど、このような場を設けていただき本当にありがとうございます。皆さんと面と向かってこうして優勝を分かち合えること本当に嬉しく思いますし、まあ、開催してくれた日産自動車さん、こうユニフォームの前面にも入ってますけど、僕らが結果を出すことでよりいいものにつながっていくと思うので、その責任を感じながら、またこのマリノスのユニフォームを着れること、そしてマリノスに関わっていられることを皆さんが誇りに思えるようなチームにこれからもしていきたいと思いますので、これからも一緒に歩んでほしいなと思います。今日はありがとうございました。終了となりましたが、会場にお越しの皆様にはここからは会場限定の特別コンテンツを行わせていただきます。題してゲストの皆さんのサイン入りグッズ総列チャンピオン記念スペシャル抽選会。いや間違いない、名前集中で、そうよ、名前集中で欲しいじゃないですか。本当にこっそりもらおうかな。一緒に並んで俺も一緒に並んで OK 合ってますか。ありがとうございました。さあ、そして続いての商品は横浜 F マリノス賞です。はい、皆さん前にお進みください。横浜 F マリノス賞も1等から3等賞までありますが、まずは3等賞、松村選手。はい、こちらの商品はサインボールです。はい、もう見ての通りのサインボールとなります。お家に飾っていただけると、ね、嬉しいかなと思いますが、4人のサインが入っています。2名の方に当たります。では見てください。155番。155番ですか。159番。お、159番、近い番号ですね。はい、おめでとうございます。どうぞ選手の方へお願いします。それこそ何ですか、ジャージを着てらっしゃるじゃないですか。ジャージ着てますね。あら、嬉しい。はい、では松原選手から。おめでとうございます。おめでとうございます。いつもしっかり取り戻るので、ありがとうございます。さすが、水着ますね。心の血しか流れてない。じゃあもう一方来られました。お願いします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。来てよかった。おめでとうございます。はい、また来てください。はい、また来てください。おめでとうございます。では続いて2等です。はい、こちらですが、岩田さん
はい、夏ですね。まあ、間違ってないけどね。はい、うん、まあ、サイン入りよ。そうそう、え、皆さんの4名のサイン入りのユニフォーム、長戸選手に近くて大丈夫ですか？まず、スタジアム来たらもらえたら特別なやつ。そうよ、特別なやつだよね。あ、やべえ、やべえ。オフィシャルバージョンでございます。オフィシャルバージョン、はい、こちら2名の方に、プレゼントさせていただきます。では、岩田選手、お願いいたします。さあ、まずは1枚160番、160番の方。3番、永久欠番。3番来ました、すごい。おめでとうございます。初期が始まった。ありがとうございます。贈呈です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、女性2人の方に当たりましたが、スカートとかに着てもらうと可愛いですよね。確かに。結構撤収早いですけどね。もうちょい余韻に浸ってもらって。誰にも見られたくないとか、そういうことじゃないですか。緊張もあるだろう。しかし、ぜひ来ていただいて。お願いします。さあ、そしてもう早々と出てきました。一等はこちらの商品であります。長戸選手、これは今年のアウェーのユニフォームですね。はい、かわいいですね。これは本当にかわいい。ピンクのラインも入ってね。珍しいですよ、ね、珍しいですよね。トリコロールだからね。選手の中でも人気でしたか？人気です。お、人気です。ありがとうございます。さあ、ではこちらは1名の方にプレゼントです。長戸選手、お願いいたします。49番です。49番の方、はい、今度は右側の方のエリアからですね。階段上がってきてます。すごい、びっくりって感じですけれども、長戸選手、お願いいたします。こちらを持っていただく皆さんのこちらサインをですね、直接していただきたいと思います。どうもびっくり震えちゃってますが、もうマスク越しもびっくりしてる。確かに、かね、お名前を、ね、書いていただけるんですよ。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。